ックのアジア予選が控えている日本代表チームは、これまで得点力をつける練習を積んできました。対戦相手のイーペシティドージャはブダペストの名門チーム、ワールドカップ代表選手が5人も加わっている強豪です。立ち上がりの動きは紫のユニフォームのドージャに鋭さがなく、若手を起用した白いユニフォームの日本の方が攻勢でした。前半7分、日本は薄井がハーフウェイラインから突進して絶好のセンタリング、木村のヘディングがわずかに合いません。日本先制のチャンスを逃しました。これに対してドージャは前半25分、鋭い縦パスをつないでノーマークの7番ファゼカシがシュート、ゴールポストに当たって日本は命拾いし、前半は0対0です。正月の高校サッカーでグラウンドに飛び降りた3人が骨を折る事故があったために、ハーフタイムにはこうした横断幕が場内を回りました。後半に入ってドージャは速いパスをつなぎます。ボールをキープするテクニックはさすがです。後半9分、トートの強烈なシュートがあります。しかしこれはゴールキーパー瀬田が攻守、11回のコーナーキックのあった日本ですが、ドージャの堅いディフェンスにあって得点できません。結局両チームともに決め手がなく、後半も見せ場のないまま0対0で引き分けに終わりました。